ルキウス・アイミリウス・レピドス・パウルスは、紀元前1世紀中期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前50年に、執政官を務めた。レピドス・パウルスは、古いパトリキである、アイミリウス氏族の出身である。レピドス家も、紀元前285年の、マルクス・アイミリウス・レピドス以来、多くの執政官を輩出してきた。パウルスの父は、紀元前78年に、 執政官を務めたマルクス・アイミリウス・レッピドスである。祖父のプラエノーメンはクイントゥス、祖祖父はマルクスであるが、名前以外は不明である。歴史学者ブイドルマンは、祖祖父マルクスは紀元前189年にマグネシアの戦いにトリブヌスミリトムとして参加した人物と考えている。一方で、キケロが第13ピリッピカで述べているように、 紀元前187年と紀元前175年の執政官、マルクス・アイミリウス・レピドスが祖祖父と考える歴史学者も多い。パウルスの母はアップレウス氏族の出身であった。二人にはさらに二人の息子、マルクス・アイミリウス・レピドスと紀元前83年にスキピオ家に養子に入ったルキウス・コルネリウス・スキピオ、アシアティクス・アイミリアヌスがいた。アイミリアヌスは 紀元前77年に若くして死去している。パウルスが謙存資料に登場するのは紀元前63年である。ルキウス・セルギウス・カティリナの反乱の噂が流れ、パウルスはカティリナを暴力的行為の罪で告訴している。カティリナ本人はローマから脱出し、その後戦死したためにこの裁判は行われることがなかった。翌年、パウルスは造形館を務め、表に コンコルディア女神、裏に降伏したマケドニア王ペルセウスとその息子二人を刻んだデナリウス銀貨を鋳造している。これはカティリナに対する勝利の記念と彼の先祖の功を称えるものであった。クルスサホノルムの第一歩であるクアエストルには紀元前59年に就任した。マケドニア族州総督、ガイウス・オクタウィスの下で勤務している。この時ローマでは ルキウス・ウェッティスという人物が、ポンペイウス暗殺計画があると触れ回った。共謀者には、経験豊富な政治家であるマルクス・カルプルニウス・ビブルス、ルキウス・リキニウス・ルクルルス、ルキウス・ドミティウス・アヘノ・バルブス、さらにはこの時は、まだ若かったガイウス・スクリボニウス、クリオ、マルクス・ユニウス・ブルトス、プブリウス・コルネリウス・レントルス・スピンテル、さらには、パウルスが含まれるとした。 しかし誰もこの話を信じず、ウェッティスは牢獄で死亡した。紀元前57年、追放されていたキケロのローマ機関を認める法案が提出されるが、パウルスも賛成している。紀元前56年には、暴動を組織したとして告発されたプブリウス・セスティウスの裁判に出廷し、被告側証人、プブリウス・ウアティニウスを告訴する意向を表明した。 その後も順調に出世し、紀元前55年にはアエディリスクルリスに就任した。この職権で先祖のマルクス・アイミリウス・レピルスが建てたフォルムのバシリカ、アイミリアの再建に着手した。紀元前53年にはプラエトルに就任する。紀元前50年、プレブスのガイウス・クラウディウス・マルケルスミノルと共に失政官に就任。この時ローマでは、 ポンペイウスが主導するオプティマティストカエサル派との対立が激化していた。パウルスの立場は反カエサルと考えられていたが、執政官当選後にカエサルから1500タレントという莫大な賄賂を受け取り、中立に転じていた。この金はバシリカ再建に使われた。翌年に勃発したカエサルとポンペイウスの内戦では、パウルスが重要な役割を果たすことはなかった。 紀元前44年にカエサルが暗殺され、パウルスは再び兵部隊に登場する。ムティの戦争、元老院はパウルスを含む3名の特使をマッシリアのセクストス・ポンペウスに派遣した。後に、パウルスはカエサル派の指導者の一人である実刑マルクスを祖国の敵として認めることに賛成した。しかし、紀元前43年の秋には実刑、マルクス、 アントニウス、オクタヴィアヌスで第2回三党政治が結成される。3党政治側はローマを占領し敵対者のリストを作成した。アッピアノスは最初に死刑リストを発表したのはマルクス・レピドスでその第1番目がパウルスであったと書いている。しかしパウルスはローマを脱出しアシア族州へと逃げた。その後パウルスはミレトスに落ち着いた。 解放者の内戦が終わると、三党政治側は、ローマへの帰還を申し出たが、パウルスは断った。その後のパウルスに関する記録はない。パウルスには、パウルス・アイビリウス・レピルスと名乗った息子がおり、紀元前34年に補充失政官となっている。その息子二人も失政官を務め、ウチルキウスは、アウグストゥスの孫娘と結婚している。ありがとうございます。